文明の予言通りに人類滅亡の危機に瀕した。幼い王子は恐れていた。あの予言には続きがあった。その時は近い。王子の武術は大人顔負けだったが、クリスにだけは全く歯が立たない。この星は移民を受け入れて再興したため、王族は移民に負けられない。決闘を申し込み、クリスと二人きりになった時、敵襲でクリスが負傷。俺の思い上がりで国防は揺らぎ、恐怖の大王に支配されてしまうのか。王子はクリスの片腕となって戦闘機に乗り、敵に立ち向かったが。ブンディーネ3、幼い王子と予言の続き。交互スクロールのシューティングゲームを想定したオリジナル仮想サントラ第3弾ウンディーネ3幼い王子と予言の続き。2022年12月23日金曜日販布開始。販布価格は1000円です。音楽 CD 版は秋葉王国ビーク秋葉原店、ゲーム探偵団メロンブックス札幌店。ダウンロード版は DL サイトブースで販売予定です。音楽 CD 版の購入特典はマルチファイバークロスです。大きさは 15×15cm、 メガネやスマホ拭きに最適です。
同人イベント、同人ショップの店頭販売、通信販売でも必ず手に入ります。よろしくお願いします。師匠との決闘に恐怖の大王が降臨、幼い王子はこの星を守れるのか、乞うご期待。